のは勘弁。このステージ最初お金を準備するのが厄介なのですが、ノーアイテムでクリアしちゃいます。アイテム使っちゃったの。あれれい、このくらいレベル40でもクリアできますよー。煽ってんじゃねえよ。普通にニャンマだけ使っても1体倒すこともできないので、ある程度ダメージを受けたら大狂乱の模擬艦を使います。銃の差を実感できる状況ではないでしょうか。オメガが見えてきたが大丈夫か。最初の対処法を軽くおさらいして、その後倍速に移ります。デハ最近強いと噂の第6の猫舌を使って所持金アップ。こちらの仕様もレベル40なので思ったほど強くありません。一匹目を倒したらすぐにお財布レベルアップ。劣化で時間差でやられるので所持金の準備完了。サブ端末はニャンピュ使ったがこっちは使わなくて大丈夫なのか。編成を固定しているサブと違ってこちらはレベル制限だけなので、ステージに合わせて編成を変えられるので問題ありません。倍速開始。ガを倒していって入金したら攻撃役を出していきます。それまでは妨害と壁で対処。なあこのキャラずるくね。本当は霊が欲しかったんですが思わぬ強キャラ。1回でも攻撃を受けるわけにはいきませんが、浮いてる敵の攻撃無効があるのでガだけならワンチャンあります。邪神で思いっきり吹っ飛ばしたが射程には影響ないもんな。慌ててキャスリーを入手する必要はなくなりました。もう新しいギミックのバーゲンセールです。攻撃が遅いっていう弱点があるがな。それに見合う射程と攻撃力を持っています。ニャンデやネンは攻撃だけじゃなく壁にもなるので出していって、時間はかかりますが効果力で押していきます。レジェンドブンブンを願って強いな。3体出るわけだが対処できるのか。1体は潰したからここからが本番。ガードを固めながら第6の猫舌を死守します。ニャンマと雷砲も使い分けるけど、停滞して時間稼ぎした方が安全。少なくてもガは倒せるので、資金を集めつつブンブンに対処します。残り1体なのか重なってるのかよくわからんな。攻撃頻度、発生ともに時間はかかるけど、それに見合った成果を出してくれるパチモンキャラ。カンストがかかるくらい妨害が成功してるのかよ。この距離なら城を叩くことができるから、あっぶんぶんに耐えるね。邪神の妨害でなすすべなく後退したブンブンたち、ニャンマを決めれば大きな成果。攻撃力上昇まで我慢しなきゃだけどな。信頼性はレベルの都合優しくないが、持ちキャラで強いのは確かだぜ。レベル50あれば普通負けないので、企画として縛りを設けたわけだけど、なんとかなるものだね。コラボキャラを積極的に導入したことによって、以前より攻略しやすいのも確かだな。この端末も当然無課金だけど、勝てる編成を組めるだけ攻略は簡単だよね。勝利した後ですが、編成がレベル40以下かどうか確認をしていきます。今回のゴールデングローブ賞は第6の猫舌。レベル制限下でも強いキャラは強い証明でした。ニャンマは最初のガを倒せないと攻略は無理だから活躍したよな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。桜さんのコーナー。最初はね、私たちはパーを出しました。勝った人はおめでとう。負けた人は残念。次回も見てね。